今日もまとめちゃいました。くせっ毛なのでうねうねってなっちゃうので、私髪の毛初見です。だってありがとう。首がよいしょ。すっぴんで配信してる時もあるんですけど、やっぱりせっかく人前に立つから、ね、人前っていうかまあ人前か、やっぱりすっぴんよりほこりが、すっぴんよりメイクしてた方がいいかなって感じで、舞台チケット申し込みました。ありがとう。色っぽいね。ありがとう。色っぽくしたつもりはないんだけど嬉しい。僕隊公演ありがとうでした。ありがとう。こちらこそ。僕隊楽しかったな。なんと明日も僕隊出ます。5月暇かなって思ってたんですけど、意外と忙しくてあと卒業に向けて考えることも多くて卒業公演についてもそうだし、卒業後のことについても考えることが多くて、なんかまだ頭の中の整理がしきれてないところもあるんですけど、少しずつね、ミッションをクリアしていきたいと思ってる楽しみにしててね、卒業公演。5月30日に卒業公演しますそう、劇場公演めっちゃ出てくれてますね。そう、出てくれてるっていうか、私がたくさん出たいって言ったんですよ。もう AKB として劇場公演に出ることないので、出たいなって。誰恋出たい、本当にゆいりちゃん公演めっちゃ出たい。でもないゆいりちゃん公演がないから出たいですねめっちゃ出たい。でももう本当一回きりだとせっかく覚えたのに、ちょっと悔しいなって。悔しくはないか、ちょっとせっかく覚えたからあと一回はせめて出たいな。音声誕はって、おんちゃん生誕祭やるの16日。まだメンバー私のところにも届いてないんですけど、明日公演だから行ってみようかな。出たいですって。あのね、誰も分かってないです、16日多分自分が出るかどうかメンバー誰も分かってないと思う。出たいって言っとこう、マネージャーさんに明日会うから。16日出させてくださいってお願いお願いします直訴しますせっかく覚えたんだもん、一回きりじゃもったいないよね。私も出たいって言ったら出れますか。え、いや、メンバーじゃないと出れないですよ755はしないです、絶対しない。この前のマホピョンセーター、マホピョンより音でも映ってたね。本当にそれはないでしょ、さすがに、うん、ね、嬉しい。アニメウィンドブレーカーではどのキャラクターが好きですか。今んところ主役の子か眼帯の子が好きです。主役の子、性格は主役の子だけど見た目のぶっ刺さりが眼帯の子なんだよね。私眼帯してるキャラ好きなんかな。天元様も眼帯してるし、まあでも途中から眼帯つけるようになったっていうのもあるけど関係ないか。とんがりコーン好きですよ。梅宮先輩もかっこいいですよ。眼帯して劇場行きます。絶対見れないよ眼帯。私結構モノマダイになったことあるから、眼帯つけて握手会とかやったけど、マジで気持ち悪くなるよ本当に。ここ片目しか見えないと、なんかもうめまいするし、何も具合悪くないのに勝手にめまいするし、眼帯つけて握手会した時も本当に目が辛かったですね。そう、大変だったので、いやすごいです距離感バグる。そう、眼帯ね、辛いですよ眼帯はスオーくんだ、かっこいい
目腫れた時コンタクト片目だけつけて学校行ったら大変ね。大変だよね。今日いつもより肌が白くないですか？そう、ファンデーションつけてるから。でもいつもファンデーションしてるけどね。なんで？たまたまじゃない。あのリングライト当ててるから白く見えてるだけだと思います。そう、リングライト嬉しい。私が事務所入ってきたばっかの時になんかプレゼントでいただいたんですけど、リングライトめっちゃ対応してる。もうショールームとかTikTok 撮影する時もだし、もう本当にプレゼントくれ、リングライトくれた方ありがとうって感じ。そう、あー、黒い服が反射して顔が白く飛んで見えるだけかな。物持ちいいわね。そう、私ね、物持ちいいんですよ。物をあまり壊さないので、物を長く使えるタイプです。物を大切にするタイプです。だからといって他のみんなが物を大切にしないとかはないけどね。卒業後もショールームは配信します。うん、ショールームはこのまま継続しようかなって感じです。まあ配信したい時にいっぱい最近の近況とかも話していこうかなって思います。もちろんファンの皆さんのことも大切にします。幸せにしたい。やっぱりね、卒業してからが、今は AKB だからね、アイドルが好きだから応援してくれてる方もいると思うんですけど、卒業したらもう本当にどうしても私一人の活動になってしまうので、やっぱり、うん、みんながメグを応援してて楽しいってより思っていただけるように頑張ります。卒業してからもずっと幸せでいたいね。同じアカウントです。この同じ今のこのアカウントでショールーム続けるので。はい、みんなのこと幸せにしていきますこれからも。顔ファンだからずっと好きだよ。だってありがとう。こんばんは。一緒に幸せになろうね。みんなのこと幸せにします。幸せにできるように私頑張らなきゃ。本当に頑張らないと。卒業してからが本当に勝負だからね。ファンクラブのコンテンツでもね、なんか結構マネージャーさんともお話ししてこういうことしたいですとか、ファンクラブのコンテンツをもっと充実させるべくこういう機能を入れてみたいとかね、アプリとかね、いいよね。いろんなそういうお話もたくさんしてますのでお待ちください。あ、ファンクラブのブログ、ファンミのやつやっと投稿したんですけど、皆さん見てくれましたか？あ、そうだ、来週走らないと。来週ってか今週？走らないとやるので見てください。あ、聞いてください。多分私最後の走らないとになるかも、卒業前。嬉しい。ズッキーとお話できるの楽しみだな。ズッキーだよね。うん、多分ズッキーだと思う。あれ、ズッキーの日とユイユイの日があるよね、走らないとって。多分ズッキーだと思う。来月からは私のファンクラブにだけ入っていただければ、うん、ファンクラブもうなんかその有料コンテンツ系は全部ファンクラブで統一したくて、なんかいろんななんかね媒体でやってるとファンの皆さんも何またなんかこれにアクセスしないと、これをこうしないととかっていろいろ大変だと思うので、全部 FC に統一させたいなっていうのは思ってるのね。そうだから、うん、その卒業後はファンクラブ FC のみって感じで行きたいなって思ってます。だからその分今までその AKB ではメールやったりビバースやったり本当にいろんなコンテンツが多すぎて、その度にファンの皆さん毎回いろんな登録とかねいろいろしてくれたと思うんだけど、その手間がなくなるって思えばちょっとは応援しやすくなるんじゃないかな。 X はやめない。 X、 あのその無料コンテンツで見られる SNS 系はやめないです。 X、 インスタ、 TikTok、 まあショールームか。もうあれですね、
継続する形なんですけど、その有料コンテンツ系に関しては全部 FC で1本にしたいなって思います。755はやりません。まあ、ライブ配信もファンクラブでできるっちゃできるんですよ。なんですけど、ライブ配信系は今まで通りショールームでやりたいなっていう気持ちもあって、せっかくフォロワーさんもいるし、もったいないなって、ここでショールームのアカウントも消しちゃったら思ってるので、755はやらない。そう、ビバース、まんまビバースみたいなやつやりたいっていうのはもう伝えたので、ちょっと卒業してから先になっちゃうかもしれない。卒業してすぐその新しい媒体ができるわけじゃないので、ちょっと待っていただく感じにはなると思うんですけど、うんって感じですね。で、あとお話し会もやりたいなって思ってます。お話し会も、そう、あの1対1で話せる場が欲しいなって、まあ、もちろんファンミーティングとかでは渡したいみんなって形になるけど、やっぱり一人一人とゆっくりお話しする時間は必ず欲しいって思ってるので、それもまたあの伝えます、マネージャーさんに。オンラインもやりたいし、リアルの対面のお話し会もやりたいなって。そんな5秒とか短い時間ではないと思うけど、ちゃんと一人一人とちゃんとコミュニケーションができる場もちゃんと作っていきたいですね。やっぱりせっかくみんな応援してくれてるから、なんかね、それ相応のなんか返せるように頑張ります。なんか よいしょね、オンラインでもやりたいなって思ってて、それあの地方で応援してくださってる方とか、海外で応援してくださってる方とかもいるので、なかなか現場に行きづらいよっていう方も気軽に会いに、ね、行けるのはオンラインかなって感じ。ね、一人一人でね、一対一でちゃんと話したいな。いっぱい考えてる、卒業後どうしようって。やっぱり卒業してから本当に一人になると、やっぱりアイドルが一番最高だったみたいな感じにはなりたくなくて、私の中ではこう卒業こうなっていきたいんですよ。アイドルが一番人生の頂点だったっていう過去の栄光にしたくなくて、そう、だんだんこうステップを踏んでいきたいんですね、私の今後のプランとしては。なので卒業してからも今いるファンの皆さんに満足のできるものをどん提供していきたいし、こうなりたいから本当に頑張ります。セルフプロデュースね、難しいです。私苦手です、セルフプロデュースは。ただ今の自分を客観的に見ても本当に焦らないといけないっていうか、どうしても焦らなくてもいいのかもしれないけど、どうしても焦ってしまうので難しいな。でも焦るのは良くないので、一個一個段階を踏んでいけたらいいなって感じだけど、今はもう地道に実力を上げるしかないので、空回りだけしないように頑張ろう。写メ会ね、確かにツーショットとかねやりたいな。全国ツアーみたいなのね、全国の皆さんに会いに行けたらそれが一番いいんだろうけど、ライブ歌を歌って生きていきたいっていうわけでもないので、私の場合はやっぱり今は女優さんとして頑張りたいなっていう気持ちが私の中にはあるので、そうですね、
女優さんとして大きくなって、なんかまた違う形で地方の皆さんに会いに行けるように頑張ります。今はこんなことさ言えてるけど、本当にそれが現実にねなれるようにね、本当に頑張らないといけないなって思ってるよああでもファンミーティングとかでは歌って踊りたいなって思ってる。私は元気です。私自身めちゃめちゃ元気ですよ。今後のことばっか考えちゃうし、自分の SNS のことも考えてるし、もうほんと自分のことで頭がいっぱいって感じですね。でもちゃんと周りを見れるようにならないといけないので、ちゃんとメンバーともコミュニケーションするようにしてます。劇場公演の時も、前髪ね今伸びちゃったの、切ってもらおう。明日前髪切れるメイクさんがいるか聞いてみて、前髪切れるメイクさんいたら前髪切ってもらいます。バスツアー本当にやりたい、本当にやりたい。卒業公演は前髪ありでやります。もう絶対そうするそうなよ。先輩しててか、ありがとう。でもまだまだです。私は先輩するのは向いてないなって思ったけど、でもなんか言える人が、もう自分も先輩の方になっちゃったので、ちゃんと言わなきゃいけないことは後輩メンバーに伝えてから卒業したいなっていうのはあります。会える機会があるかわからないけど頑張る研究生の頃から比べるとこんなに踊れるおめぐって信じられない。だって、めぐのこと知ってるの研究生のありがとう。そうです、先輩頑張るそうだな、今の後輩メンバーにはまだまだ成長してほしいなって思ってるので、頑張ってって感じ。うん、本当。でもちゃんと言葉で教えないとね、伝わらないからね、そういう機会があったら頑張ってみますソロプレイヤーでもファンミーティングますかね。もちろん。てかソロプレイヤーばっかだよ、ほとんどファンミーティングとかスパルタじゃないけどねスパルタなんてできないよ私には。ドナルとかめんどくさいもん、そんなのできない頑張ってって言って甘やかし先輩です。私はバスツアー女の子もいっぱいいるといいなってね。私のファンミーティング、男女比どんぐらいなんだろう私のファンの皆さんって。でも分かんないけど、でも結構、でもいろんな方から女性ファン多いよねって声をかけていただくことはあるので、少なくはないと思いますそうだからファンミもねなんかファン層偏ってないですよね、いい意味で。おじさんもいるしおばさんもいるしその若い男の子もいるし若い女の子もいるって感じですいろいろいます。偏ってはない、64かな、男女比64かも。64か73じゃない。おじいさんもいますよ。
73で73で7が男性かな。体感 64? 73か64です。ちびっこもいますちびっこファンもいるし、子育て世代のお母さんファンみたいな感じの方もいます。64よりの73むずね。パパもいますね。そうですね、お父さん世代の方もいると思います。AKB48 も18年だよ。ファンも年取るよ。だって確かにね、みんないろんな、いろんなファンの方います。ギャルもいるかもしれないね。いろんなファンの方がいる。嬉しいです。偏りなく、なんかいろんなファン層の方から応援していただいてるのは。パパいっぱいいますね。どうだろう、あと夫婦で応援してますって方も結構いますね。で、私きっかけで結婚してくれたファンの方もいて、いやもう幸せだなって思いますね。いろんなファンの方がいます。もうほんといろいろ、おじさんもいる。そう、いっぱいいますね。確かに何県の人が多いのか気になる。何県出身なんだろう。小学生の時めぐちゃんに会って大学生になったよって、すごいね。すごい。でも本当に小学生中学生ぐらいに会いに来てくれた子が今も大学で就活しててみたいな話聞くと、もう本当にびっくりしちゃう。こんなに長い付き合いだったなんてね、びっくりするけど。めぐちゃんのショールームのおかげで娘が長風呂から出てくれた。よかった。いろんなファン層がいますね。関東の方が多いね。韓国、そう、韓国のから応援してくださるファンの方もいる。海外のファンの方もいるし、いろいろいます。40から50になりました。そう、すごい。そうだよね。私だって15歳から25歳になったから、そりゃファン、初期から応援してくれたみんなも同じ10歳年取るわけだ。みんないろんな、いろんなところから応援してくれて、一番楽しかった活動期間、でもどの年もなんか楽しかったな。いっぱいいろんなことした。でもやっぱ全国ツアー行けたのめっちゃ楽しかったわ。うん、あのチーム A の全国ツアーが一番、なんかアイドル楽しい、アイドルってこんなに楽しいんだ、楽しい楽しい楽しいみたいな感じあの時が一番楽しかったのかもしれない。でも一番なんて決められないな。どの年代も楽しかったです。本当にヤングツアーも楽しかったし、なんだかんだ楽しい、全部楽しかったなって。辛い、まあその当時は辛かったとしても、後から振り返れば、そういえばやっぱ楽しかったなあれみたいな振り返りが多いので、どの年も楽しかったです。普通に生きてりゃ経験できないことをたくさん AKB で経験できたんで、すごい
どの瞬間も楽しかったな。どのチームも楽しかったよ。チーム A もチーム B もチーム4も全部楽しかった。一番振り入れが難しい曲、昇格したばっかの時はくるみとダイアローグが何回やってもできなくて、本当にもうマジ半べそ書きながらやってた。今はもう大切な曲ですけど、あとはここ最近だと君の嘘を知っていたっていう曲がもうどうしてもできなくて、もう本当に何回やっても全然覚えられなくて、あれ私振り覚えこんなに遅かったっけって思っちゃうぐらい一番練習しましたね、君の嘘を知っていたがね。それぐらいかな。カラコンウィンクも地味に難しかったね。ラベンダーフィールドの振り入れに苦戦します。なんで振り入れしてんの。字はめっちゃおもろい。一番振り入れが簡単な曲は涙はいつの日かですかね。それこそラベンダーフィールドとかも10分ぐらいで振り入れしてました。当時あんな先生が振り付けしてくれてたんですけど、ラベンダーフィールドは MT に捧ぐ公演って曲ごとに先生違くて、そうで、ラベンダーフィールドはあんな先生なんですよ、振り入れしてくれたのが。そうでもほんとすぐ終わった。いつでもメグハンドできるようにオタクも振り入れしてるんだよ。だってめっちゃ面白い。歌いやすい曲なんだろう。あ、間違えた。危ない。一番思い入れのある楽曲、むずい。私何が思い入れあるんだろう。一番思い入れのある曲は一番なんて決められない。でも AKB 入ったばっかの時やってた錬金とか MT とかリセット公演とかは初めの方にやったやつなので思い入れあるのかなって感じ。選抜曲ではネモハモルーマーが一番思い入れがあるね。本当にどの歌も大切です。一番嬉しかった差し入れ、差し入れ、差し入れなんだろう。どの差し入れも嬉しかったけど、それこそヤッホーサホーチーム B だった時にサホさんのねお母さんだったり親戚の方とかだったりがチーム B の大きいケーキとか用意してくれて、あとなんか冷えたジュースとか持ってきてくれて、もうほんとね応援してくれてすごい嬉しいなって思ったし、ねいっぱいいろいろ嬉しかった思い出いっぱいあります。湯浅さんは焼き鳥の差し入れが美味しかったですね。なんか湯浅さんの差し入れしてくださる焼き鳥のお店がすごい美味しくてまた食べたいなって思ってます。この間初劇場でめぐちゃん7年ぶりでした。だってめっちゃ久しぶりじゃん。ありがとう。でも卒業発表してからめっちゃ久しぶりに来てくださるファンの方がすっごいたくさんいらっしゃって、久しぶりってなる時が多いです。お見送りの時でいつもびっくりしてる。そんな感じかな。たけさん、くまたわありがとう。劇場にしか現れない人でも覚える、覚えます。覚えるよ全然。
握手会じゃなくても、握手会が全てでもないので劇場に来てくれたりとか SNS でなんかストーリーとかでもなんかアップしてくれたりとか見てます。でも全然見れない時もあるけどね、24時間過ぎちゃってああしくったっていう時もある。 AKB 卒業しても事務所とマネージャーさんは一緒、うん、事務所とマネージャーさんは一緒です。うかわいいってたくさん褒めてくれてハート作ってくれて嬉しかった。卒業前また行きます、来てね、ありがとう、嬉しい。 CD お渡し会ぶりです。メグの M、 あ、なんか懐かしい、知ってるよメグの M、 ありがとう、嬉しい。劇場行ったあたいのお友達はメグ推しですから、ほんまにそう、卒業してもプライベートで会いそうなメンバーいっぱいいるよ。うん、みんな卒業してからもみんなと会いたいな、普通にプライベートで。卒業悲しいって、卒業しても芸能やめないから寂しくなんてないよ、一生の別れなわじゃないんだから。よいしょ、いてててて、誰と仲いい？え、結構みんな仲良しだけどね、私この子と、あやねちゃんとか、あとせいちゃんとか、でも同期はみんな仲いいです。こみちゃんとかおんちゃんとか、あと誰だろうな、でもみんな仲いいけどね、セリちゃんとか、でももう、うん、みんな仲良し、はーちゃんも仲いい、そうはーちゃんとも仲いいし、でもほんとみんな仲いい。みんな仲良しですみんな仲いいよ。アイナナだとイオリです。私は四つ葉たまきくん、四つ葉たまきくんが大好きです。アイドリッシュセブンの可愛いね、弟みたいな感じ、可愛いんですよ。あやみんとも仲良し、みんな仲良しだな。ひななも仲いいし、みんな仲いい、特にこの子みたいなのないな。おめぐのうちわにあやなのキャラつけてるの気づいてる？嘘、待って、見つけれてないかもしれない、ちょっとめっちゃ目こらえてみよう、今度どっかでまたそのうちわ見た時にね。えめぐレンジャーなメンバーもいますし、うん、あやなの踊ってほしいね。何の曲がいい？そうだ、今週末 AKB では最後のオンラインお話し会だ、何話そう、何話そう。まあみんなが話したいこと話してくれればその話をしましょう。メグは何話してくれたら嬉しいの？何でも嬉しいよ。なんかこの話が嬉しいっていうの特にないかも。そういうのを決めてないです。ファンのみんなが話したいことを私は聞くのが好きだから。話したいことないってなったら最近どうなのとか私から結構聞くけど。嘘だーだって。どの話題でも嬉しい。じゃあみんなのプライベートにしようかな。みんなのプライベート何してんのって話にしよう。この間の公園ではーちゃんに押されてるとこに、あ、なんかでもなんか間違えてたよね、この間の公園。会場8号も知らんよね。みんなが喋ってるのが好きなの。私から話をかけるってことないな、普通にプライベートでも。みんなの話に相槌打ったり、そうだねみたいな、
ねえみたいな感じが多い。大谷翔平の話したいだって一緒。ニュースちゃんと見てる。他の推しの話も聞くよ。超プライベートでも大丈夫だよ。いつも話しすぎちゃうから、逆にめぐちゃんが話してくれたら嬉しくない。おー、じゃあめぐから話しかけようかな。ニュージーンズの話も、あ、今あれかみんなの仕事の話もしよう。この前鬼滅一気見したね。鬼滅は面白いよね、大好き。アメカジの話したい。しよう。ご飯食べたから眠くなってきたな。経済の話は難しいな経済の話は私には難しいよ。舞台の稽古は卒業してからなので AKB にいる間はないです。めぐ推しの友達が一人でファンイベ行けないってひよってます。だって、一緒に行ってあげてよ。てか一緒に来てほしい。来てね、絶対だよ。ひよらないで。じゃあ来月何して生きればいいのかしら。ショールームします。ショールームで舞台の稽古の話とかしようかなじゃあ来月は。だったり卒業してからちょっとはお休みもいただけると思うので、プライベートで楽しもうかな。ファンイベで連番できるようにしてみようか。確かに。女の子のファンだと一人だと不安って方いるよね。お友達と一緒に行けるようにちょっと話してみますね。それもふー連番申請お願いします。眠くなってきた ラスト波動で優勝しても、そう、今回の波動ってなんか花火大会みたいな言ってたね。あれね、まあでも優勝しても多分私は行かないですけど、でも絶対ビリーブには決勝までね進んでくれたので優勝してほしいので最後頑張ります。なんと28日私波動出ることになっちゃったからね、最後の最後に波動をして優勝していい結果を残して卒業したいです。みんな最後の優勝を見にでも波動旅行あと2つ残ってるからマジで絶対行きたいから本当に早くスケジュールや立ててくださいっていうのはもうマネージャーさんにも会うたんびに言ってます。その波動の担当してくれてる方に会うたんびに波動旅行お願いします、波動旅行お願いします言ってる。本当にマジで
マジで生かして。頑張ってるんだから私、本当にね。旅行は南の方か西の方に行きたいですね。北と北陸の方には結構行ってるので。時効にさせません、卒業しても。絶対に旅行を生かしてっていう、卒業しても本当に俳優を生かしてって感じですね。本当にもうこんだけ頑張ったのに、頑張ったのにだよ本当にね。はあ、波動旅行行きたいな、マジで。絶対行かしてもらいます。行き先は決めてます、もう私の中で。こことここに絶対に行きたいって決めてます。絶対に行きます。あとなんか話すことあったっけな、結構話したよねショールーム。結構話したよねとか言っちゃった。確かにいっぱい話したな。スケジュールのみですね。あとはスケジュールのみです。うん。あれもう一個タワーある？いた。髪の毛がいかかった。ん、そんなことなかったか。ドレスはまだフィッティングしてない。楽しみだな。楽しみ。南か西に行きたい旅行。ドレスも楽しみ。いっぱいやりたいことあって、やりたいこともあるし、やらなきゃいけないこともあるし、考えなきゃいけないこともあるし、大変だ。でもこんな感じのドレス着たいなみたいなのを送ったので、楽しみにしててね。皆さん楽しみにしててね。ラカのリップ何番、何番だっけ、ちょっと調べてストーリーかビバースかなんかそこら辺で送ります。ごめんね。ちょっと今見るのめんどくさくて、後でちゃんと見ます。でもイエベ秋が似合うような色味だと思います。卒業公演なく嬉しいね。え、実感湧かないマジで。まだ実感湧いてないってやばくない？そろそろ実感湧けようって話だよね。本当にやめるんだって感じ。全然実感湧かない。そう、なんかね、普通にさ5月も意外とバタバタしてて、卒業するってことはうっかり忘れる日もあります。そうだ、ドボンのガチャもありますね。いつかドボンします。卒業までに1回はします。1回はするように頑張る。どっかのタイミングで、もうほんと私の気まぐれで始める。久々のショールーム見逃して悲しすぎだって。もうちょっとだけやろうじゃ。この前メグオタの装備で公園入って楽しかったよね。そうじゃん、おまめぐちゃん持ってたね。ありがとう。
あ、ももちゃん AKB48 の鬼西ももかですって言ってたの めっちゃおもろい メグに恋してくれたんだ、ありがとう。じゃあ卒業後も恋しててね。ねえ、みんなさ、ピンポンいくらかけてんの？ みんなさ、1枚のチェキを取るのに、なんか何とも言えないけど、なんかありがとうって感じ。1枚のチェキを取るためにたくさんお金をね、なんかごめんね ごめんねなのか、でも私がごめんねって言う必要もない、言わなきゃいけないのも分かんないし、なんか ね、すごいね、ありがとうみんな、なんか、ありがとう すごい、本当にすごいよみんな。だって私なんかこの間どっかロビー行った時に、なんかピンポンのコップ見たんだけど、マジ激ちっちゃコップだったよね。トイレとかにあるようなさ、なんかオフィスのトイレのさ、手洗うところに置いてるような、なんかちっちゃいうがい用コップみたいなさ、あんなちっちゃいコップの中に、いやすごいよ本当にピンポン玉入れる、すごい すごいね 頑張ってるね、なんかありがとう、なんかね、すごいよね、なんか申し訳ないっていうか、卒業してからもちゃんと正当な方法でちゃんと普通にチェキを取れるようにしてもらおうって思った。ストレートすぎたかな、言葉選びが。なことない？でもあれ入ったら今までのが無料な気持ちになりますから、本当に言ってる？それは魔法だよ。いやー、みんながかけてくれたものを無駄にしないように頑張るね。いやーすごいね、取れたらほんまに実質無料に思えるんよ。みんな騙されてるよ。それは騙されてるんだよ、みんな。だから卒業後ちゃんと正しく取れるように頑張るね。言うね。ダメだよみんな。でもそうだよね。アイドルでいるうちのメグと写真撮りたいってなったら頑張るしかないもんね みんな騙されてるよ あ ちゃんと卒業後満足、卒業後みんなを満足できるようにめっちゃ頑張る、今もだけど。
でもさ、みんな的にはね、みんなが幸せな方法をなるべく選択できるように頑張る。卒業後も、バスツアーしたいな。いや、AKB48 は素晴らしいグループです。そんなネガティブなこと言わないで、みんな。ダメだよ。ダメです。私はそんな AKB に入れて幸せだったんですからね。幸せです。幸せいっぱい。でも私は本当に恵まれてる方だった。うん、だから全然なんかそういう文句とかないです、マジで。本当にない。これから残るみんなも幸せでいてほしいなって感じだし、ね、難しいけど、みんな幸せ、みんな幸せになって、少なくとも私は自分のことの、自分を応援してくださるファンの皆さんを幸せにしたいので頑張ります。みんなダメだよ、そんな〇〇はみたいな言い方しちゃダメ、ダメだよ。あダメだよ、ダメだよ。バスはぼっちでも参加します。そんなこと言わないで。でも私のファンの皆さん優しいからいっぱい話しかけてくれると思うな。劇場公演一列目で見た時美人すぎて緊張した。ありがとう、そんななんか素敵なこと言ってくれて、ありがとう。バスツアーしたいな、もう一回行ってみよう。みんな優しいです、みんな優しい、みんなすごく優しい。そんな優しい皆さんを幸せにします。絶対に幸せにします。絶対、約束。幸せにします。一緒に幸せになろうね、みんな。誰恋は出たいです。マジ出たい。16日出してって言ってみる。みんな明日言う、明日公演出るから、その時よ、ゆりちゃん公演に出して、私を出してっていう、でっかい声で言うね。劇場に響き渡るぐらい、劇場を揺らすレベルで言う、私を出してください、絶対に出してください、お願いしますってめっちゃ言う。絶対言う、絶対言う、ドンキー揺らす。
ドンキ揺らすレベルで絶対に私を出して、私を出してね、私を出してください。ドンキ揺らす、そういえば波動に一度も行ったことがない。それはもったいない。ぜひとも来てほしいけど、あと1回しかない。波動あと1回しかない。結構、しかも最後の試合だから、いろんなメンバーいっぱい出るから、ちょっと厳しい。でも来てほしい、うん、受かったら、当たったらラッキーみたいな感覚で応募してみてほしいけど、何とも言えない、何とも言えない。もう30分ぐらいになっちゃった。ショールーム終わりにしようかな。わー、でも16人も8人も変わんないなって思っちゃった。意外と別に狭いって思わなかったな。16人楽しかったけどね、賑やかで。楽屋の隣がサホさんで、サホさんといっぱいなんかいろんなお話できて楽しかったなって思い出があります。波動じゃなくて、あれゆりちゃん公園だ、そう、みゆちゃんのところなんですけど、サホさんと楽屋がお隣さんなんですよね。そう、楽しかったな、また一緒に公園出たいなって。どんな話して、普通の話、あー、なんかほんと普通の話しかしてないけど楽しかった。うん、サホさんと一緒にお話しした、うん、サホさん優しくて大好き。初めてオメグのショールーム最初から全部見た。え、本当？恥ずかしいな。最初からだと私の眠そうな、寝そうな瞬間も見てたってことでしょ。恥ずかしいよ、難しい。でも嬉しい。でもそんな瞬間でもチャンネルっていうの、チャンネルじゃないかショールームの見るメンバーを変えずにずっとメグのチャンネルを見てくれてありがとう。メグチャンネルだ、これはメグチャンネルだね。とお話ししよう。チャンネル登録してます。だっていいチャンネルだったよ。ありがとう。今日のネックレス、これファンの、ね、これもうみんなもらい物です。もう私はもらい物で生きてるんです。本当に。ただ、お洋服もそうだし、アクセサリーもそうだし、レッスン着もそうだし、靴とか、もう全部、もう本当にいつももらい物で生きてます。もう本当、皆さんたくさんありがとうございます。プレゼント。皆さんが、皆さんね、今日たくさんねくださるので、私は洋服を買うことがなくなりました。本当にありがとうございます。大切に着てますし、大切に身につけています。卒業したらディバにプレゼントできます。いやいやいや、高いのは私も求めてないです。高いものは、私は高い買い物は自分のお金でちゃんと買いたいの。自分のね、自分で買ってこそ快感を得るものだと思ってるので、そういうものは。なので普通
通にもうメグにあげたいなって思ったものをいただければもう何でもいいです。そもそも私自身に物欲がないっていうのもあるんですけどね。てか私の欲しいものがなんか金券とかなんかそっち系になっちゃうんですよね。なのであのあれなんですよ、そういうので自由にやりくりしたい人間なんでプレゼントをくれないものなんですよね皆さんが。そうだからはい、あのだから本当にもうメグにこれをあげたい、メグにこれを使ってほしい、メグにこれを着てほしいんだ、メグにこれを身につけてほしいんだっていうものをね、なんかもう自分がこれをメグに渡したいなって思った時に渡してくれればそれでも私は嬉しいです。あのはい私は全然頑張っ、うん、物欲がないっていうのはねこういうそうです、物欲がないです、シンプルにありがとう。赤写真渡してもいいですか？いらないかな私青ジャージは持ってるんですよね赤ジャージはないです。欲しいものリストとかないんですよ、本当になくて、欲しいのない、マジでない。みんなからの愛が欲しいって言おう、みんなからの愛情が欲しい、それだ。私が物欲ないのはない理由っていうか、そのみんなからの愛が欲しい。ギターはお父さんのがあるからお父さんの借りるのでいらないですお手紙とかみんなからの愛が欲しい。エレキギターあります？いやお父さんエレキギターも持ってるから、お父さんのがあるから大丈夫です私はみんなからの愛が欲しい。てか卒業してからもずっと応援するよ、卒業してメグがソロで活動するようになってからもずっと応援するよっていう誓いの言葉さえあれば私はもう何もいらないです。ガチリアルガチそれそう、その誓いの言葉があれば私はいくらでも頑張ります。確かに言葉より行動でしょ、だってそう、みんながいつどこどんな時にいても私がもう地球の裏側にいても会いに行くよみたいなね、そんな地球の裏側に行くことなんてなこの先の人生ないと思うんですけど、なのでファンクラブをずっと継続するよとか、もうこんな感じです。これからもずっと推しててほしいなって、その愛があれば私は何だって頑張れる。そうです、じゃあそんな感じでショールーム終わりにしようかな。今日楽しかったです、皆さんとお話できて。またショールームするね。明日は公演頑張る、頑張るよ。ああ間違えた、よし、じゃあランキングを発表します。13位たかひろさんありがとう、12位が高橋かっこりありがとう、そして11位がこじありがとう、10位がとしさんありがとう、9位がゆきたんありがとう、11位がかてよ、8位がかてよありがとう、7位がしゅうさんありがとう、6位がジェームスありがとう、5位が愛知のいちごありがとう、4位がルビちゃん、カムサムニダー。そして3位がポンコツ公務員、ありがとう。2位がライダーさん、ありがとう。そして1位がタケさんです。ありがとうございます。皆さん、
ありがとうございました。スクショタイムちょっとして終わりにしよう。月に変わってお仕置きよ。はい、ということで明日劇場公演頑張ります。おやすみ。もう眠いから風呂入って寝ようと。バイバイ。